皆さん、おはこんばんちは。ミラクルゴルファーマモプでございます。本日は JGRA プロ研修会、9月ですね、開催されました。場所が軽井沢の、プレジデントリゾート軽井沢で開催でした。まず今日の結果ですね。まああまり良くないんですけど、はい、午前中41回18パット、午後が38回14パットと、途中 OB あり池ありでちょっと暴れん坊でしたね。はい、まあドライバーの方がちょっとまだまだいまいちかなというところで、あまりこううまくいかなかったなっていうところだったんですけど、まあ昨日の練習ラウンドは結構良かったんで、まあちょっと自分の中でも少し期待はしていたんですけども、まあちょっとあまり今日はあまり良くなかったかなというところですね。で朝そうですね、4、5ホールぐらいですかね、結構霧が出まして、でちょっと霧の中、なんていうんですかね、ちょっと焦るというかね、ちょっとこう視界が悪い感じの中でバタバタとしてしまった部分があったかなと。あとはそうですね、まあいつものことというか例年通りなんですけども、プレジデントはですね、軽井沢はすごく協力していただけるコースなこともあり、今日は、12.2 フィートグリーンスピードで、コンパクションが23くらいなんですかね、3から4ぐらいの中で、ピンポジションもかなり、まあ、振ってあるところで、まあ、結構ねこのスピードは、そうですね、1年通してなかなか経験できる、まあ、試合に出れば別ですけど、なかなか経験できるスピードではなかったので、かなりこう練習には練習って言い方変ですよね、自分のこうなんていうんですかね、こう、ポテンシャルアップにはかなりこういいコンディションでゴルフやらせていただけたかなというところだと思います。現在高速に乗って、今、もうねこれずっと下りなんで下山してる感じですかね。プレジデントはですね、プレジデントゴルフクラブはですね、軽井沢でも旧軽井沢よりももっと上で北軽井沢に近いですね、ほぼ北軽井沢なので浅間山のすぐ近くになります。標高でいくと昨日 GPS で見た感じだと1380メートルですね。で軽井沢の町が約1000メートルなので、まあ、さらに350メーターぐらいね上に上がったところにあるゴルフ場ということになります。よくね標高が高いとボールが飛ぶっていう話を、まあ、するんですけども、されますよね。ですが実感としてはほぼほぼ関係ないっていうのは、やっぱり気温がちょっと低くなるのと、今日あたりだと、まあ、湿度ですね、まあ、霧なんかが出てると、やっぱ空気抵抗が変わってきますので、その抵抗分やはり飛ばなくなると。ですから標高のその気圧の問題と、抵抗の問題っていうのを考えると、むしろちょっと飛ばなくなるぐらいなんじゃないかなということが言えると思います。なので皆さんがゴルフね高所でする場合、高原でする場合、そんなにね気にしないで打っていってもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、でまあそれもあるんですが、やはりちょっとねこう慣れない、まあ、コーチ、そして、グリーンのスピード、ピンポジション、そしてフェアウェイ全て洋芝、ラフも洋芝っていうところで、まあ難しいというかね、経験が少ない部分ではあるんで、
ちょっとこううまくいかない部分もあったり、思ったショットじゃないショットも出たりとかいうこともありましたね。はい。で結果的には後半ちょっとバーディーが2つ来て、後半はねかなりショットが良くなったんですけど、まあ、ちょっと OB1 個打ってしまったので、結果的に38ということになったんですけど、まあ、あの良くなってアイアンも、良くなってきました。今までちょっとねここ何回かの研修会ドライバーの飛距離っていうのを求めてきた分、少しアイアンの方がやっぱり散らかってる部分があったので、ちょっとどうしようかなっていうところはあったんですけども、少し、矯正したりとか、自分の中で調整したりとかっていうところで、少しアイアンは上から打てるようになったという部分で、非常にこう、感触がいいかなと。ちょっとねもうちょっとショートアイアンの方がうまく打ちたいなっていうには思うんですけども、はい。まあ、ところどころ後半はいいショットがあったので、まあまあちょっとこれからも少し楽しみな部分と少し課題ができた部分ということです。で、まあ、今日12フィートを超えてるグリーンで、結構まあ、こういう状況でやるとやっぱパターのアラとかっていうのも出てくるんですけど、比較的ねいい感じに打ててたので、ちょっとこのまま継続して何か、うまく打っていけるように、していきたいなというふうに思います。ゴルフ場の方ですけど、先ほど言ったあの高所にある分、そしてあと、隣がですね、太平洋軽井沢があったりとか、してすごくゴルフやる環境にはいいところでして、ゴルフ場もねすごく回りやすくて、まあ、コースもね GPS があったりするので、まあ、割と、プレーしやすいコースで、非常にこう、個人的には、まあ、ゴルフ場に宿泊もしたんですけど、宿泊のホテルの対応、スタッフさんの対応、そしてゴルフ場の対応なんていうのを考えていると、非常にこう、感触のいいというかホスピタリティの高いゴルフ場だなっていうふうに、感じてます。なのでおすすめしたいなっていうコースですね。まあ、ちょっとねあの軽井沢からも軽井沢の町からだと30分ぐらい、かかる場所ですし、周りにあまり何もないんですね。北軽井沢が近いので、北軽井沢まで15分ぐらいですかね。昨日、コンビニに行った感じだと15分ぐらい、の場所です。で実はスキー場も一緒に併設されているので、冬場はスキー場として利用できるし、あと、ドッグランとかペット用のホテルもあったりとか、テニスコートなんかもあるので、ファミリーでね家族で泊まってる方も結構多いですね。はい。まあそんなゴルフ場なんで、もし機会があるようでしたら、ぜひ軽井沢ね、行かれるとしたら、そちらのゴルフ場も利用されてはどうかなというふうに思ったりして、ちょっと、宣伝まあ宣伝しても別にね私には関係ないんですけど、はい、そんな感じですね。まあ、あのスコアの方は、後ほどまたここに、ね、横に上げておきますが、どうやら多分トップが67がいたみたいですね。一緒にプレーしている若い子も1アンダーぐらいで回ってたので、何人かアンダーパーがいるかなと。まあ、ちょっとグリーンがやっぱ早かったので、まあまあ、そんなにはスコアがハイスコアになった形ではないのかなというところです。まあ、細かい順位はまだちょっと出てないので、この動画をアップする間に、もし、成績が出ているようだったらちょっとアップしておこうかな、一緒にと思います。まあ、あの9月の研修会以上です。10月は、茨城県のロックヒルになります。もういよいよね10月、11月、12月あと3回しかないですよね。なんだかんだ言って早いですね。はい。ということで、今回はこの辺で、動画を終わりにしたいと思います。それでは皆さん、また見てください。さよなら、バイバイ。